クラッパーラディオ。皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。パーソナリティのクラウンポップ、三田いぶきです。さて、始まりました。三田いぶきのまったりルームシャープ2。ということで、2回目もよろしくお願いします。はい、そうですね。前回のメンバーのラジオを私も聞いたんですけど、みんなすごく可愛らしくて、メンバーとも全く会えていないので、本当に元気そうでよかったなと思います。はい、あと、本当佐保がすごくトークが上手だったり、あとカオリンのやっぱり可愛らしい声と、あと美人さんのところのギャップだったりとか、すごく本当に聞いていて面白かったですね。はい、早速ですが新コーナーに行きたいと思います。いぶきの早口言葉。このコーナーは難易度が高めの早口言葉に私が挑戦するシンプルな企画となっています。ではでは、今回のお題をまずゆっくりと発表します。今回のお題はメール22通中20通がフルーツジュース通出中抽出を3回連続で言えたらクリアとのことです。いきなり難しすぎませんか？しかも私この早口言葉初めて聞きました。すごい、あのツーとかチューとか立ちつってとってたくさん出てくるのでちょっと言えるかな。頑張ってみたいと思います。いきます。ちょっと待って。いきます。メール20通中20通がフルーツジュース抽出中。メール20通中20通がフルーツジュース抽出中。メール20通中20通がフルーツジュース抽出中。お？言えてない。はい、それでは今アンケートが出てきたと思うので、クリアだったか失敗だったか、よかったらアンケートに答えてみてください。クリアでも失敗でも特に何もないのですが、失敗だったらいつかまたリベンジしたいと思います。はい、ということで以上いぶきの早口言葉でした。次の早口言葉のお題がありましたら、シャープミタルーム、ミタはミタいぶきの漢字のミタと、ルームはカタカナでルームでツイートお願いします。またこの番組の感想や何かやってほしいことなどあれば、そちらもハッシュタグミタルームでつぶやいてください。続いて曲へ行きたいと思います。この曲は前へ前へと一歩踏み出して変わろうとする、そんな女の子が登場します。きっと聞いた方も優しく見守りたくなるような、そっと寄り添うバラード曲となっています。それでは聞いてください。クラウンポップでスケジュール帳やめたの。
クラウンポップ三田伊吹の食器を磨いて奮闘中ということで、今回は食器を磨いていきたいと思います。さっきね、お昼ご飯にうどんを食べたので、この食器を磨いていきます。このお皿のキュッキュッって音すごく好きなんですけど、学校とかも家庭科の授業の後の食器洗いとかすごく好きでしたね。この音聞こえるかな。いい音です。こう結構もうだいぶ綺麗になりました。いつもね、軽く洗って食洗機を使うんですけど、しっかり手でも磨いていきます。普段ダンスを磨いて奮闘中って言ってるんですけど、私たちは普段ダンスを磨いて、もちろん歌もダンスを磨いているので、今日はこんな日だからこそ食器を磨いていきます。はい、ということで今日は三田伊吹の食器を磨いて奮闘中ということで、食器を磨いていきました。ありがとうございます。三田伊吹のまったりルーム。それでは続いてこちら、ハッシュタグクラポレディオでお願いします。こちらはツイッターで皆さんから募集したメンバーへの質問や相談を私たちがお答えしちゃうコーナーとなっております。たくさんの投稿本当にありがとうございます。それでは早速一つ目の質問から答えていきたいと思います。ラジオネーム年中無休の反抗期時々臨時休業さん、ありがとうございます。小学校の時にあった自由帳って今手渡されたら何を書いていいか考えてしまうと思うんです。小さい頃は何も考えずに自由に書けていたと思うのに。三田さん、もし今自由帳を手渡されたら1ページ目に何を書きますか？確かに小さい時はすごくたくさんたまごっちとかの絵を描いてましたね。私は多分今はきっと字を書いちゃいますね。絵は苦手で描けないので、きっと日常で起きたことをメモするかなと私は思います。もし絵を描くとするなら、ディズニーキャラクターを頑張ってこう描く気がします。模写っていうのかな、写しながら描くのをやるかなって私は思います。ありがとうございます。はい、続いてラジオネームブッサンさん、ありがとうございます。三田さん、イブイブ、ブッキー、インヌ、シンデレラ、ここ最近ね数々のあだ名が増えた三田伊吹さんですが、どれが一番気に入っていますか？確かに私はあだ名がたくさんありますね。どれも
つけてくださった方に感謝ですし、あまり選べないんですけど、ブッキーはやっぱり玉井しおりさんにつけていただいた大事なあだ名なので、もちろん大事ですし、インヌもお気に入りですね。あまり言うと恥ずかしいんですけど、マネージャーさんがつけてくださって、今もインヌって呼ばれてるので、カウちゃんも結構インヌって私のこと呼ぶので、ちょっと気に入っちゃってますねはい、ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、推しがインスタに上げたソロ写真を保存したいさん、ありがとうございます。三田さんは一級在宅主で有名ですが、たまに外出するときは何をしますか？あと好きなお家での過ごし方と気分転換方法があったら教えてください。そうですね有名なんですね。と外出するときは、お洋服が欲しいなと思って買いに行くときは結構一人でショッピングモールに行ったりしますね。でもなかなかお休みの日に行くことはないかもしれないです。買い物に行くにしても、カラオケに行くにしても、結構お仕事やレッスンの前後に行くことが多い気がします。あとはディズニーに行きますね。好きなお家での過ごし方は、映画やいろんなアイドルさん、アーティストさんのライブ映像や音楽番組を見たり、ゆっくり過ごすことが私の好きなお家での過ごし方と気分転換方法かなと思います。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、ヒロかっこ青ランタンさん、ありがとうございます。三田由紀さんに質問です。早寝早起きの印象が強い三田さんですが、最近のラジオ出演がきっかけで夜型になったとか、生活リズムに変化はありますか？ラジオの日は何時に寝ていますか？私は全然早寝じゃないんですよ、実はラジオ出演がきっかけというよりは、もともとすごい夜型なので、結構遠征の時も私とリナはみんなが寝ちゃった後でも寝ちゃったねなんて言いながら起きていたり、みんな寝ているだろうなという時間にもリナから LINE が来たりしますね。なのでものすごい変化というのは夜はないんですけど、朝は起きる時間がやっぱり2時間3時間くらい少し遅くなったかなと思います。ラジオの日はだいたい3時から3時半くらいに寝ています。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、実家のインヌは柴犬さん、ありがとうございます。イブちゃんへ相談。ミューコミプラスを聞いているとき、あつ森が欲しくなります。どうすればいいでしょうか？そうですね、今なかなか買いに行けなかったり、お店にも置いていなかったりで、そんな中すごいお話ししちゃって申し訳ないです。そうですね、どうしましょう。手に入った時に、自分だったらどんな島にしたいとか、たくさんするのとかどうかなと思います。結構私は今島クリエイターで、こううまく島を自分の思うようにできなくて苦戦中です。はい、なのでいろいろこんな風にしたいなとか考えてみたらどうかなと思います。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、ヨッシーさん、ありがとうございます。イブちゃんへ、自分はライブの時振り真似をするのが好きで、覚えようと動画を見たりしているのですが、クラポの曲でこの曲の振りは難しいと思った曲はありますか？自分は君リップが手の振りが速いし複雑で難易度が高いんですけど。嬉しいです、ありがとうございます。確かに君リップは手が細かくて難しいかもしれないです。私も初めて振り付けをした時は、結構こうなんかくるくる回ったりとか、手も一つ一つの音ですぐ切り替わったりとか、すごく細かくて難しいなと思った気がします。でも私は結構告白とスニーカー
かな。この曲はみんな振り入れの時にサビの部分で苦戦してましたね。一度間違えてしまうと途中から入れなくなってしまうので、今は全然大丈夫なんですけど、最近だと告白とスニーカーかなと思います。ありがとうございます。続いてラジオネームともやすアットダーフィーさん、ありがとうございます。イブイブに質問、もし犬グッズを作るとしたら何を犬グッズにしたいですか。私は T シャツです。できればロング T シャツがいいかな。なんかレッスンでも着れるし、お家でも着れそうだなと思うんですけど、長袖のマネージャーさんが描いた絵のグッズが欲しいですね一回インスタライブとかで紙コップに書いてあるその絵を紹介したことあるんですけど、その絵の T シャツが欲しいですねありがとうございます。続いてラジオネームバンガードさん、ありがとうございます。三田いぶきさんに質問です。ミューコミプラスで紹介されるほど集まる動物の森の BGM でトタケケのブルーおにぎりがお気に入りですね。ブルーおにぎりの好きな点やどんな時に聞きたくなるかなど教えてください。そうですね、なんか紹介されていた曲はトタケケが歌っているんですけど、私のゲームの中でのお部屋で流れているのはその声が入っていない曲で、ちょっと待ってくださいねこれです、これすごく落ち着くんですよね。なんかこのまま眠くなっちゃいそうな感じがすごく好きですね。伝わるといいなと思います。そう、本当にずっと流していたくなるような曲だなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続いてラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。三田いぶきさんへ、ももクロのかなこちゃんにこっち側だねと呼ばれてしまったいぶちゃんですが、実際どうだったんですか。学生時代の英語の成績とか。はい、そうですね、全然隠していたとかそういうつもりはなかったんですけど、英語は本当に苦手で、それと緊張すると何も、もう頭が真っ白になってしまって、本当に成績は言えないですね。でも英語だけは、もう全部本当に苦手なんですけど、英語だけはその全部のどの教科よりも一番ひどかったですねダントツでひどかったです。やっぱり英語はお話できるようになりたいなとか、読めるようになりたいなとかすごく思うんですけど、なかなか高校生に入ってから急に勉強についていけなくなってしまいましたね数学は得意なんですけどね、でも結構そうクイズ番組とかも見るのが好きで、そういうの見てると数学もすごい忘れちゃってることが多くて、ちょっとやばいって思ってますねはい、なので英語のドリルとか漢字ドリルとかやりたいなと最近は思ってます。はい、ありがとうございます。続いてラジオネームソウさん、ありがとうございます。カオリンイブイブに質問です。ももいくんの時の裏話やエピソードなど何かあれば教えてほしいです。裏話、そうですね、私は撮影が終わった後に全員でご飯を食べる時間があったんですけど、その時に集合がホテルのロビーに10分後に集合ねってスタッフさんに言われたので、10分経ったくらいに廊下に誰かいないかなと思ってホテルの部屋のドアを開けて右側をまず見たんですね。そしたら本当に全く同時にドアを開けて
左側を玉井さんが見ていて、最初お互いじーっと鏡だと思って見てしまって、しばらくしてあれあれって言って、10分経ったよね、経ったっけって言って、すごい一緒に大笑いしたことが思い出で、すごく面白かったですね。あと私は次の日の朝先に帰らなくてはいけなかったので、お疲れ様またねと言ってくださって、ギュッてしてくださったことがすごく嬉しくて幸せでした。かおりんもすごい楽しかったって LINE くれたので、私も裏話を聞きたいですね。はい、ありがとうございます。続いてラジオネームリカさん、ありがとうございます。メンバーへ質問です。ディズニー好きのクラポさんたち、もし自分がディズニーのキャストになるとしたら何をしたいですか？私はジャングルクルーズの船長をやりたいです。ジャングルクルーズの船長さんいいですよね。すごく明るくてたくさん楽しませてくださって、私もいつもすごく元気をもらってます。私はキャラメルポップコーンを売るキャストさんがいいなって思っていて、まさかのアトラクションじゃなくてびっくりすると思うんですけど、やっぱり小さい頃たくさんポップコーンを買ってバケットを集めていたんですけど、あのキャラメルっていう理由は、私は絶対キャラメルポップコーンを買っていたので、キャラメルポップコーンっていう理由で、やっぱりその買った時にこうどうぞってこの後も楽しんでねって渡してもらった時ってものすごく嬉しくって、だから私も同じように笑顔になるゲストさんをたくさん見たいですね。この後も楽しんでくださいってたくさん言ってあげたいです。はい、ありがとうございます。ということで、まだまだ他にもあったのですが、今日はここまで。引き続きハッシュタグクラポレディオで質問や相談をお待ちしております。はい、今日は新コーナーの早口言葉のコーナーがあったりと、すごく難しい早口言葉だったんですけど、皆さんにも楽しんで聞いていただけていたらいいなと思っております。はい、最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。それではここまでのお相手はクラウンポップの三田いぶきでした。ありがとうございました。